交換市は中華人民共和国支線省、特陽市南西部に位置する研究市。四線盆地の中部、生徒平原のただ中に位置する。市政府は落城街道に所在する。交換市は全域が新大に建設された水利施設と公園の考えの恩恵を受けている。市内は平野が92.3%、低い丘陵が7.7%を占める。 高換市は、徳洋市の南西部に位置し、生都市と境界を接する。隣接する行政区は、生都市では、西白港区、近藤県、宝州市、徳陽市では重市、旗、洋区、長江県。市内からは、長江文明の重要な遺跡のサムスン体遺跡が発見されている。院内には、植国の都有があったとみられる。サムスン体遺跡は現在、 中国の全国重点分物保護単位にも指定されている。寝台には県が置かれた。県名は県境に流れる水という川の中から取られており、その上角都市の跡は現在の北外境にある。前館の高層6年には高官軍が置かれ13県を管轄した。武帝の元宝5年の時期に全国に13州士士が設置されると高官は 四線を管轄する液州に含まれた。大門が9年に皿を建てると液州は、腰部に改められ、県に武木が置かれたが、五官の光部帝は、県武十二年に液州と交換軍が復活し、県は交換軍の属県となった。三国時代には交換一帯や落城は、たびたび、成都液州攻略戦の戦場となった。劉将が支配する液州に後に、 食官を立てる劉備らが攻め寄せると、落城が包囲戦の舞台となっている。263年にギが食官を滅ぼすと、駅州から領州が分けられ、交換軍は領州に属し県が交換軍の軍地となる。東高村の時代には、県が分割され10県が置かれた。元清祖の中東元年には、館州が置かれ10、特用、面畜の3県を管轄したが、 県は廃止され、関州による直轄地となった。元末期の1362年、明玉鎮が反乱を起こし、諸で皇帝を称して、大家を建てると、県が復活しているが、明太祖、公文門は1371年に、大家を滅ぼすと、県は再度関州の直轄地に戻った。新の初期、民の地方制度が踏襲されたが、後期26年には、干州は、 県と同格の三州と呼ばれるものへ降格され、生都府に属し、他の県を管轄することはなかった。中華民国2年の1913年、関州は川西道に属する県に改められ、名も旧名にちなみ交換県とされた。1960年には一旦、10県と合併して新たな交換県となったが、1963年には再度分割された。 1983年には交換権は生都市の一部となったが、同年8月に特用市ができるとその一部へとなった。1988年2月、交換市が設立されている。2002年の調査では、市の GDP は55.4億元、市民1人当たり GDP は9481元、農村部の1人当たり平均年収は3062元、 市街地の一人当たり収入は7,047元。産業の構成は、第一次産業18.2%、第二次産業43.7%、第三次産業38.1%。四川省の市や県でも、経済総合実力は上位10位に入るとされる。サムスン体遺跡の観光のほか、製薬業、建材業などが盛ん。 生徒中心部へとのアクセスの利便性も高い。ありがとうございます。